全国の水族館などで飼育されるカワウソの人気ナンバーワンを決める総選挙が行われ伊勢シーパラダイスのブブゼラくんが1位に輝きました全国36の水族館や動物,で動物園で暮らすカワウソ84頭の総選挙きょう結果が発表されおよそ3万2000票を獲得した 伊勢シーパラダイスのブブゼラくんが1位に輝きました中間発表では2位でしたが困ったような愛らしい顔で支持を集めたブブゼラくん実は先月3日推定年齢7歳で休止していたのです水族館の関係者は花が手向けられたブブゼラくんの写真に結果を報告し手を合わせましたまた今回の選挙では長男のゆるりくんが5位に 来年の選挙でお父さんに続き1位を目指します。